なんつうか、やたらと怪しげな場所だ。なんでこんな場所が礼拝堂の裏の面なんだ。そうだな。七葉教会の遺跡にしては不気味すぎる感じだけど、その床に描かれた文様は一体何なのかしら。目みたいな形だけど、どうしたティオ。何か気づいたことでも。どうやらこの場所は何らかの儀式の間だった可能性が高い。それも生贄などを捧げるようなまがまがしい類の。生贄。ええ、赤黒く見えるシミの跡は多分血のりではないかと。成分を分析してみないと正確なことは分かりませんが。ゾッとしねえ話だな。でもどうして教会の遺跡にそんなものが。また今度は何だ。こいつは悪魔。気をつけてください。ものすごい霊圧を感じます。おい、俺たちは教会のエクソシストじゃねえんだぞ。くっ。さあかかってこい。よし。ほら。
行きます。分析を開始します。情報を入手しました。行くぜ。ぜい。任せろ。うん。行くぜ。ほら。助かりました。援護します。俺の番だ。おととい来やがるってな。なんとか追い払えた。今の何だったの。教会の聖典に伝えられている悪魔みたいだったけど、本物かどうかはともかく、かなりの霊圧を持ってましたね。亡霊、骸骨、化け物ときて、最後には悪魔まで出やがった。一体どうなってんだこの。多分位置的にあの上が鐘楼になるはずだ。とにかく調べてみ。ええ。
この音は鐘が共鳴している。ひょっとしてこの共鳴音が場を作っていた原因かもしれません。何？どういうこと？詳しい原理は分かりませんが、この鐘を中心に何らかの力場が遺跡全体を包み込んでいるのが感じられます。ですからこの共鳴を止めれば、あるいはどうする総長、鐘の共鳴を止めてみるか。ええ、やってみましょう。ノイドさん、ランディ先輩、手を貸してください。同時に鐘を押さえてみましょう。よし、来た。合点勝利。遺跡全体を包み込んでいた力場も消えたようです。ひょっとしたら内部も何か変化があるかもしれないか。よし、中に戻って確かめてみよう。ええ、下に降りてみよう。時、空、幻の属性が働いて、どうやら普通の空間に戻ったみたいですね。そうか、しかし一体どういうからくりなんだ。あの鐘の共鳴に何か原因がありそうだけど。そこまでは私にも。ただあの鐘が何らかのアーティファクトである可能性は高いかもしれませんね。アーティファクト？1200年前に存在していた古代ゼムリア文明の遺物のことね。不思議な力を持っているらしくて、教会が管理しているそうだけど。ああ、たまに噂で聞いたりするぜ。どこぞの貴族が隠し持ってたヤバい力を持っている遺物を教会。そんなものがあるのか。私も知りませんでした。何しろ現代の技術では一切解析が不可能だそうで、そういう意味でも一般の人にはほとんど知られていないようですね。いずれにしてもこの遺跡についての手がかりは十分。これ以上は報告書をまとめて専門家に調査を依頼した方がいいかもしれません。そうだな。まあそれが妥当かと。そんじゃ遺跡の調査はこれで切り上げるとするか。ええ、皆さんご協力ありがとうございました。これにて遺跡調査の任務を完了。正直生きた心地がしなかったわお疲れ様でした。それにしてもあの鐘、それにあの化け物たちも。塔も不思議な場所だったけど、この僧院はそれと礼拝堂の裏にあったあの不気味な儀式の中。ええ、正直教会の遺跡にしては500年前一体何があったのかしら。
門家に任せて、俺たちはとっとと帰ろうぜ。テーマパークにあるホラーハウスを10回くらいはしごした気分だぜ。そうですね。それじゃあ停車している車両のところまで戻りましょうか。ああ、そうしよう。私の番ね。任せてくれ。セイハ。はい。そこです。俺の番だな。ふん。俺の番だ。エイハ。行きますか。おっしゃ、ふん。俺の番だ。えいっと。これが俺たちの力だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解です。行くぞ。セイハ。さてと。チャンスです。皆さん、お願いします。アイサー。そこです。任せろ。エニグマクロー。よし。エニグマクドー。さて、はあ、ほら、はい、えい。
俺の番だな。ぜい。特務支援課。今どちらにいらっしゃるんで。ああ、マインズ参道の途中にある。実は君のお姉さんと一緒に遺跡の調査をしてたところなんだけど。あ、はい。お姉ちゃんから調査の方は無事終了しま。ああ、お姉さんに言おうかい。だったら変わるけど。違いますよ。それだったらお姉ちゃんのエニグマの方にかけますし。その、実はロイドさんたちに問い合わせ。いえ、マインズの町長さん。何でもロイドさんたちに相談したいことがあるそうで。へえ、珍しいこと。どういう内容の相談だ。何でも鉱山町の人でクロスベル市に行ったまま何日も帰っている。その相談ということみたい。なるほど、ちょっと気になるな。わかった、ここからマインズまで。ちょうどお姉さんが。フランからですか。ああ、と言っても支援課の仕事の話だけどね。なるほど、マインズの街に出たまま何日も帰ってこない人。すぐ近くだし、こっちが出向いて話を。ああ、それじゃ。町長さんに詳しい話を聞きに行こうか。だな。確か、まっすぐ進んで。失礼します、特務支援課の者ですが。おお、待って。わざわざ来てくれてすまない。本当ならこちらから出向こうと思ったんだが。いえ、近くで他の仕事があったついでですから。それで早速話を伺ってもいいですか。あ、すぐにお茶で。なるほど。ではそのガンさんという行員が2週間前にクロスベル市に。ああ、そうな。とにかく大のギャンブル好きでね。
それまでにも週末の旅にクロスベルの歓楽街にあるカジノに遊びに行っていたようだが。それが何の連絡もなく2週間も帰ってきてなくて、何かあったんじゃないかとみんなで心配しているんですよ。確かにそれは心配ですね。何かの事件に巻き込まれたか、それとも帰れない事情があるのか。町の外に出て魔獣に襲われたとかじゃなければいいんです。そういや、その行員がギャンブルで大勝ちした可能性はあるんじゃねえか。それで今頃ミシュランあたりで女連れで合流してるとか。いや、ランディじゃないんだから。可能性としてはありえるかもしれませんね。残念ながらその可能性はないと思うんだがね。それはまたどうして。ギャンブル好きだけど根は真面目な方なんですか。お世辞にも真面目とは、ギャンブルについてはとにかく下手の横綱。おまけに月も勘もないから毎回有金のほとんどを吸って帰ってくるくらいなんだ。なるほど。確かに宝くじなら大穴もあるが、ギャンブルだと実力もないと大儲けは難しいかもな。町で借金をしてそれが返せずに失踪とか。そうね、可能性としてはありえるかも。実は私たちの方もそのあたりを疑っていてね。もしそうだった場合どう連絡を取ればいいのか。わかりました。この件はおまとりあえずカジノを始め、ガンツさんの寄りそうな場所を聞き込みしてみましょう。ありがたい。どうかよろしくお願いする。何か分かったら私の家に通信で連絡してもらえるかね。ええ、それでは番号を控えさせていただき。もう夕方か。そろそろクロスベル市に戻った方が良さそうだな。そうね、今日中に聞き込みくらいはしておきたいところだし。ノエルさん、お願いできる？ええ、お安いご用です。それでは車両。あの遺跡、総員に一応クロスベル大聖堂に相談してみた方が。
もしれないわね。そうですね、アーティファクト絡みであれば他にどうしようもありませんし。なるほど、わかりました。副司令と相談してそのあたりの対応は考えてみます。なあ、少なくとももし警備隊の方でそれらしい情報があったら。わかりました。鉱山町のガンツさんですね。それでは失礼します。みんな、さてと。ええ、そのそんじゃと、そんじゃ適当に遊びながら例の行員の聞き込みでも。いや、ダメだって。潜入捜査でもないのに遊ぶ必要は全くないかと。とにかく従業員の人やガンツさんの消息について何か。へいへい。
おや、これは皆さん、ランディと一緒に遊び、いえ、ちょいとオーナーに聞きたい。行方不明？今日だってうちに遊びに来て、あら、本当ですか？しかも、荒稼ぎって。おいおい、オーナー、人違いじゃねえだろうな。俺たちが探してんのは、マインツの行員をやってる。ああ、もちろんその方のことさ。2週間前になるか、久々に顔を見せたかと思ったら、別人のように強くなっててな。おかげでうちのディーラーは負け続き、50万ミラくらいも。50万ミラ？かなりの大金ですね。なんかイカ様をやってるとか、そんなんじゃねえんだよな。私たちもプロだ。イカ様があれば気づくさ。とにかく異常に勘が冴えてる上に、ありえないほどの月に一体彼に何があったのか。町長さんから聞いた話と、あの、オーナー、ガンさんは鉱山町にはずっと帰っていないそう。滞在場所は、ああ、それならすぐ近くにあるホテルに毎日泊まって、それも確か最上階にあるデラックスルームだったはずで。あの高級ホテルのデラックスルームですか？おいおい、どんなお大臣だっつも。でも意外とすぐに消息が判明しましたね。ええ、早速訪ねてみましょう。もう日が暮れたか。とにかくガンさんと一度。ええ、向こうにあるホテルに行って、デラックスルームは確か最上階。カジノで大勝ちをして優雅にホテルに泊く。ランディさん、そういう問題では。ご無沙汰してるぜ。あ、なんだおめえら。失礼します。クロスベル警察の者です。マインツのガンスさんですね。そうだな。おめえらどこかで見たことがあるような。え、というかこの軍用犬騒ぎの時に襲われそうになっていた行員さんの片方では、あの時の。そんなこともありやがったな。思い出した。確かに。この俺様に何の用だ。その、実はマインツの町長さんにあなたの行方を探。町長が俺のことを。あんたこっちに来たまま2週間も連絡取ってねえんだろ。失踪したんじゃないかってえらく心配されてたぜ。それで私たちの捜索を引き受けたんです。なるほどな。よかったじゃねえか、ちゃんと見つかってよ。と言ってももう俺はマインツなんざ帰るつもりはねえんだが。そうなんですか。一体どうして。決まってんだろ、俺は手に入れたんだ。天才的なギャンブルの腕や勘だけじゃねえ、女神の幸運も俺様のもんだ。誰があんな田舎町に戻ってせこい穴掘りなんぞやるかっての。そんな。おいお、その、いい、みんな心配しているんですから、せめて町長さんには連。うるせえ、俺にさせるすんじゃねえ。もう
人儲けしたらミシラムにでも行くか。おい女ども、週末あたりにテーマパークに連れて行ってやるぞ。宝石店とブティックで何でも好きなものを買ってやる。本当で楽しみにさせてもらうわ。ダメだな、あれは完璧に舞い上がってやがるぜ。ああ、残念だけど町長さんに状況を伝えるしかなさそうね。私たちが説得するというのも筋違いでしょうし。そうですね、本人の意思もありますし。ロイド、何か気になることでもあるの？いや、ちょっとね。もともと好きも勘もない下手の横付きでしかなかった週末ギャンブラー。どうしてこんなに勝ち続けることができるようになったのかと思ってさ。それは確かに気になる。つうか、ぜひともコツを伝授してもらいたいくらいだぜ。ランディさんもギャンブルはそこそこ強いと聞いてますけど。調子がいい時はな。だが2週間連続で勝ち続けて50万ミラ稼ぐなんてのは無理だ。ま、ジャックみたいな凄腕の賭博師ならありえるかもしれんが。あれは小説の話でしょ。あら、なんだ、まだいたんだ。おいおい、ご挨拶だな。そうだ、二人とも少し話を聞か。あのガンツって兄さんについてなんだが。なになに、ひょっとして犯罪絡み？いや、そうじゃねえが、あの兄さんいつもあんな調子なのかよ。いくら酒が入ってるからってあまりに横柄すぎやしね。確かに最初の頃はあそこまで威張り散らしたりはしていなかった。そのうちどんどん偉そうになってたかな。まあ、うちらは客商売だからあんまり気にはしてないけど。あの態度、酒が入っているからだけじゃないってことか。それにしても彼、まるで伏せられたカードが見えてるみたいに勘が冴えてるんだもの。ルーレットなんて数字をピタリと当てちゃうし、ディーラーの人たちの、それはすごいですね。ああ、そこまで行くと勘というよりちょ、なんでその力が。ああ、ガンツさんについては知っている。そんなんでもいいわけ。ああ、さあ、また暇な時にでも店に寄らせてもらうぜ。期待しないで待ってるわ。それじゃ。まあ、そうだな。もしもし、こちらビクセンだ。どうも、特務支援課の。お、君ひょっとして。いえ。なんと、そんなことになっていたのか。まさかあのガンツがギャンブルで大勝ちをして。さすがに連れ戻す説得まではできなかった。一応報告だけでもと思いまして。いやいや、それで十分だ。そういうことであれば明日にでも私が町に出て。彼、ありがとう、本当に助かったよ。いえ、お気になさら。また何かあったら遠慮なくこちらに連絡してきてください。できる限りのお手伝い。ありがとう、その時はよろしく頼むよ。町長さんはなんて。ああ、明日クロスベル市に来て直接話してみるってさ。ま、身内が話すのが一番いいかもしれ。ティオ、さっきから静かだけど何か気になることでもあるのか。いいえ、ただ今日はいろいろあったので疲れてしまったみたいで。そうか、遺跡の調査もあったしな。もう日も暮れているし、そろそろ支援課に帰りましょう。
ちゃんも待っていることだし。そうですね。キーヤの笑顔を見られれば疲れも吹き飛びそうな気がします。大げさだな。ま、気持ちはわかるけどさ。やれやれ、揃いも揃って親バカというかなんというか。そんじゃとっととキーボーの顔を見に帰るとすっか。ただいま。帰ってきた。おかえり。キーヤはいつも元気。うん、キーヤ元気だよ。ライドたちは遅かったね。おし、まあまあかしら。まあ今日は移動に車を使えたから、その意味では助かったかもな。端的に言うと、キーヤの身元についてだ。ま、
もしかして何か分かったんすか？いや、残念ながらギルドにも依頼したそうだが、私もセルゲイ君に頼まれて、残念だが、いや、幸いというべきか、その他の可能性ですか？ああ、数年前の話なんだがな、カルバード共和国を中心に子供が拉致される事件が相次いだことがあったんだ。それって詳細は省くが、かなりのでかい事件でな、カルバードだけじゃなく周辺諸国にも被害が及んでいたことから、国際的な捜査体制が組まれることになった。そんなことか、初めて聞きました。俺も初耳だな。あまり知られてないってことは、相当ヤバい事件だったんですか？ああ、結局事件は解決したんだがね、かなり深刻な内容だったので、結局は極秘扱いになってしまった。私は民間のアドバイザーとして偶然関わっていたんだが。ちょっと待ってください。もしかしてキーヤが、その数年前にあったという事件の被害者である可能性が？そう思って当時の被害を改めて調べてみ、キーヤ君に該当する子は結局見つからなかったんだ。事件を起こしていた連中もほとんど検挙されるか自滅している。そのことが改めて分かったので、セルゲイ君に伝えに来たわけだ。そうだった。少し安心しましたけど、まさかそんな事件があったなんて。ま、その事件についてはいずれお前たちにも話してやる。ただ結局キーヤについては振り出しに戻っちまったんだがな。ま、いいんじゃないっすか。身寄りが見つかるまで俺たちが面倒見りゃいいんだし。なあ、当分の間はここで保護した方がいいだろう。ただ本当に身寄りがなかった場合、それはでもいずれそういうことも含めて考える必要があるってことだ。子供一人を預かって育てるってのは半端な覚悟でできることじゃねえ。そうですね。まあ確かに猫の子を預かるのと同じわけには。すまない、厳しいことを言ってしまったな。そういえば任務から戻ってきたばかりみたいだな。報告もあるのだろうし、私はそろそろ失礼させてもらう。いえ、そんな、実は先生にも相談しようかと思っていた案件だったんですが。おお、私に？ええ、実は。なるほど、そんなことがありやがったのか。いかにも支援家らしい仕事じゃねえか。結局事件ではなかったので本人の説得はしませんでしたが、町に帰るよう説得くらいした方が良かったんでしょう。うん、難しいと。遊撃士だったら説得や交渉も仕事のうちに入るんだろうが、警察の人間がそれをやった場合、民事介入になる可能性もある。やはりそうですか。まあいい年した大人なんだし、余計なお世話ってもんだろう。これでガキだったらケツでも叩いて家に連れ戻してやるところだが。そうね。しかし天才的なギャンブルの腕と別人のような月と感か。先生、何か心当たりでも？いや、偶然かもしれないが、ここ最近似たような話を二つばかり聞いたことがある。本当ですか？まさか他にもギャンブルで一山当てたやつがいるとか？いやいや、そうじゃないよ。聞いた話というのは、
とある証券会社の証券マンと貿易会社の経営者なんだがね、どちらも最近大きな損失を出して非常に困っていたそうな。ここ数日で耳を疑うほどの素晴らしい業績を上げたらしいんだ。それはどこかで聞いた話だな。もちろんただの偶然だろうけどね。ただ聞くところによると、その二人の態度もあからさまに横柄になったという話でね。少し気になってしまったんだ。確かに気になりますね。イアン先生、その二人の身元について詳しい情報は分かりませんか？ああ、その気になればすぐに調べられる。念のため確かめておくかね。ええ、できれば。課長、何か気がかりでも？ま、こういう関与をしてたら情報は大いに。ただそれだけ。なるほど、兄貴も言ってたな。捜査の決め手は関東足による情報集めだって。さてと、私はこれで失礼しよう。君たちも気になることがあったらいつでも相談してきてくれたまえ。できる限りの協力をさせてもらうよ。イアン先生、ありがとうございます。その時はどうかよろしくお願いします。ルバーチェの裏ルートが復活している？はい、ここ1週間で我々が潰した3つのルート、こちらも妨害しようとしたのですが、思っていた以上に妙ですね。この状況で失ったルートをわざわざ取り戻す。あちらの営業本部長殿がわざわざ動いや、キリングベアの姿はなく配下の統制員だけだったそうです。それも軍用犬は連れておらず、数名程度の少人数だったよ。ますます君、構成員一人一人の戦闘力ならば我々兵友への方が上。例のラインフォルト社製の重機関銃を持ち出したのですか？ええ、確かにその武装も持ち出してきたようですが、それ以上に戦闘能力そのものが大幅に向上しているとの。なるほど。現在マルコーニ会長は議長閣下のお怒りを鎮めようと躍起になっているようです。どこぞの両兵団を新たに雇った様子もありませんし、大規模な戦闘訓練の報告もない。なかなか興味深いですね。我々の知らない切り札を持っている。間違いないでしょう。しかも私の見立てでは尋常な切り札ではなさそうです。それこそインドのような状況を一気にひっくり返せるほどの。一体どんな手を。噂をすれば神ですか。ルバーチェと思われる黒ずくめの一団による襲撃です。その数およそ10。キリングベアの姿はありません。たかが10名ごとき返り討ちにしてしまう。警察は心配するな。正当防衛で何とでもなる。襲撃者の戦闘力は尋常ではなく、重機関銃を片手で刈り取ると振り回して。一階が突破されました。こちらに迫ってくるのは時間の問題かと思われます。インドがいれば。
やれやれ、どうやら頭脳派を気取っているわけにはいかないようですね。サオ様、まさか。出ますよ、ラン。この程度でインドのに頼っては兵ゆえに回る。東方人外を支配する我らの力、存分に見せつけてやりましょう。この目玉焼き、本当にキーヤが焼いたのか？そうよ、あまりに手際がいいんで思わず見惚れちゃったわ。いい半熟具合だな。ベーコンもカリカリで言うことなしだぜ。昨日のホワイトシチューを手伝ってくれた時も大した腕前でしたし、やはり料理の経験はかなりあるのではないかと。そうなのかな。なんか勝手に手が動いただけなんだけど。確かに料理は体で覚えるところがあるけど、それにしてもこの年でここまで上手なのもすごいな。ねえねえキヨ、今日は大丈夫なの？ああ、見たところ顔色は悪くはないみたいだけど。あんまり無理はしないで休んだ方がいいんじゃねえか。いえ大丈夫です。昨日も早めに休ませてもらいましたし。まあ急ぎの仕事もないし少し様子を見た方が。朝っぱらから珍しい。フランさんかしら。はい、特務支援課ロイド・バニックスで。ああ、なのはとっくに分かってるっつーの。今どこ、何してんのさ。ああ、ヨナカ、おはよう。夜型のヨナがこんな早くに起きて。へっ、そんなもん徹夜明けに決まってんだろ。ああ、もうそんなのはどうでもいいんだよ。でもまあ、その様子じゃ全然知らないみたいだな。知らないって。なんだって？なんでもヘイユエの方は防戦一方だったみたいでさ、かなり被害も出たみたいだぜ。まあ襲ったのは間違いなくルバーチェの連中だろうけどな。そうだったのか。ありがとうユナ、情報提供かん。へっ、今度何かで返せよな。ヨナからですか？ああ、ど中とはいえ市街地でそんなことが。それが本当なら一家あたりがとっくに動き。気になるんなら行ってこい。ただし飯を食ってからな。はい、そうしてみます。あ、ティオ大丈夫か？ええ問題ありません。朝食を済ませたら公安区に向かいましょう。Thank you.
例の重機関銃が使われた後、爆発物を使わないだけマシだ。やあ、ロイドたちじゃないか。フランツ、状況はどうなってるんだ。さっき話を聞いて慌ててやってきたんだけど。俺にもわからなかったな。昨日の真夜中にドンパチやらかしたみたいだな。今ダドリーさんたちが事情聴取をしてるぜ。やっぱり一家に先を越されていたみたい。さすがのフットワークかと。俺たちもヘイユーから話を聞いて中に通してもらってもいいかな。まあ一般市民は通すなって言われただけだから、ダドリーさんには適当にごまかしておいてくれよな。ああ。サオさん、今日のところはこれで失礼します。できればもう少し詳しい話を伺うことができれば。これは失礼。襲撃者が何者だったのか、どうして当社が狙う。それにしては随分と手際よく防戦されたようですね。1階と2階はひどい状況でしたが、この部屋など綺麗。重機関銃で武装した相手に一体どのように対処した。恐れ入ります。ただまあ結局襲撃者には逃げられてしまいましたからね。こちらは何人も病院を送り、いや、お悔やみ申し上げます。それでは失礼します。お前たち特務支援課。ああ、ロイドさん、それに支援課の皆さんですか。失礼します。サオさん、お忙しいかとは思いますが、少々話を伺って。もうそれでは。ダドリーさん、事情聴取お疲れ様でした。腹立たしいが、奴の相手はお前たちに任せる。せいぜい情報を引き出してくれない。お久しぶりですね、ロイドさん。それに皆さん、記念祭の最終日はなかなかのご活躍ぶりだったそうですね。委員からの情報ですか。俺たち特務支援課は通常の捜査体制から外れています。それを踏まえて率直な本音で話をさせてもらってもいいですか。ほう、この人相手に腹の読み合いは時間の無駄だろうからね。他にもいろいろ聞きたいこともあるし、今回は担当直入に行かせてもらおう。おいおい、ロイドさん、たまに大胆。さすがはロイドさん、私が見込んだだけはありますね。いいでしょう。私も無意味なやり取りはあまり好きではありません。答えられる範囲であれば一通り答えさせていただきますよ。感謝します。お聞きしたいのは以下の3点について。昨晩の襲撃者ですが、ルバ全く関係ない連中が襲ってきたという。まずその可能性をナウ答えてあげてください。は、襲撃者たちは覆面で正体を隠していましたが、間違いなくルバ武装が同じでしたし、
何より癖が持っていました。そういうものは簡単に偽装できるものではありません。なるほど。しかしそうなると少々下せなくなった。あんたら兵ゆえの構成員は相当な武術家揃いと聞いて、そっちの兄さんもかなりの腕みたいだしな。恐れ入ります。一方ルバーチェの方は戦闘のプロではあるんだろうが、一人一人はあんたらほどじゃない。なのにどうしてここまで遅れを取っちまった。あのキリングベアのおっさんでも襲ってきたかよ。いや、かの営業本部長殿は参加していなかったようですね。彼の右腕を務める元傭兵たちも参加はしていなかったようです。ルバーチェの中でも平均的な戦闘能力のものだった。だったらどうして。戦闘技術は並程度ですが、力とスピードが段違いでした。重機関銃を片手で軽々と振り回して力任せに突入してきたんです。おかげでこちらの守りを崩され、制圧されてしまいました。そいつは力とスピードだけでなくタフさも大したものでしたね。おかげで少々危険な技を使うことになってしまいました。危険な技。どうやらあなた自身もかなりの使い手のようですね。インドのに比べれば素人同然ではありますよね。率直にお聞きします。今回の事件を受けて。何を聞かれるかと思えば、我々がどういう存在であるかを考えれば尋ねるまでもないのでは。報復というわけですか。人聞きの悪いことを言わないでください。我々はあくまでエイリアン社、危機管理の話をしているだけです。自社の利益を損ねる状況があれば妥当な方法でそれを改善する。何かおかしいことがありますか。本当に物は言いようですね。その妥当な方法の中に本社の援助を要請されるご予定は。本当に率直な人だ。私にもメンツがあるのでね、今のところその予定はありません。もっとも状況次第では本社が無理やり介入してくる可能性もあるでしょうが。まあしばらくの間。インさんに。まあこういう状況にはうってつけのやつだろうね。今回の件とは直接関係ない話なんですが、せっかくなのでお聞きします。あなた方は本当にキーヤをご存じないんですか。あ、ロイド、それは、キーヤ、それは人名ですか、それとも暗号か何か。失礼。どうやら本気のようですね。一応例のオークションであなた方が保護した少女の名前であること、我らの協力者があなた方にちょっとした助言をしたこともね。そちらの奥の部屋にはオークション後半の出品物がある。兵ゆえに流れた情報によると面白い。その目で確かめてみる。オークションの最後に出品される革張りの大きなトランク、その中にはルバーチェの立場を危うくする爆弾が仕込まれ、その情報は情報提供者は不明。結局掴むことはできませんでしたが、逆にそれがし、そこで念のため我らの協力者に確かめに行くよう頼んだのです。まさか爆弾の正体がそのようなものであるとは夢ちゃん。こいつも知らぬ存ぜぬの一点張りかよ。仮にその話が本当だとして、情報提供者について何か心当たりはないんですか。さて
順当に考えるならば、ルバーチ側の関係者による裏切りがこちらに情報を届けた手なんといい、抜け目のない相手ではありそうですね。いずれにせよ、キーヤさんについて我々が知っていて、どうか信じていただけば。わかりました。正直に答えてくれ。さて、ご質問はそれだけですか？ええ、概要については警察本部にも伝えてもねえ、はい。正直今回の襲撃は少々想定外の出来。彼らの戦力とコネクション、そして思考パターンは読み切ったつもりだったからです。そして現状で彼らが思い切ったことをするはずがない、その予想が見事ですから、私は今ここ数年、私の見込み通りにことが運ばなか、これでようやく思う存分力と知恵を振るうことができる、そんな喜びすら感じているところですおいおい、あなたはとんでもないです警察ごときにあなた方に特別に機会を与える。我々が本格的に動き始める前に何らかの解決方法を提示できるか興味深く拝見させていただきますよ。まさかそこまで露骨に本格的な構想をほのめかすな。このままだと確実にドンパチが始まるだろうな。下手すりゃ今回みたいにしないうちに。しかも兵ゆえ本体からの増援の可能性ありですか。相当気な臭くなってきましたね。サオがああ言った以上、まだ猶予があると思っていいだろう。いずれにせよ、ルバージの今回の襲撃には、ヘイユエが本格的に動き始める前にいろいろ調べてみた方が良さそうだな。となると今日も各方面で聞き込みを。いや、やはりここは直接ルバーチを当たってみないか。マジか。確かにオークションの一件もありますし、さすがに無謀すぎるのでは。ああ、いくら手打ちの話があってもキーヤの件についてだけだしな。ただどうしても気になること。あのガルシアの動向さ、何度かやり合って思ったんだが、彼は決して愚かでも無謀でもない。そして手下もちゃんと抑えて統率している印象だった。確かに元は名の知れた両兵団の部隊長だったしな。普通だったら意味もない襲撃をやらせるとは思えねえが。襲撃を彼が指示したのか、
確かに知りたい情報ではあるわね。だろ、ルバーチ商会の周辺を聞き込んでみるくらいでもいい。今から行ってみないか。仕方ないわね。まあ周辺を聞き込む程度なら危険は少ないのではないかと。しゃあねえ。